12月9日また2時やです。今日はミヤの買い物です。ここは納豆売り場、日本より充実している感じです。ここはなんか冷凍食品があります。こっちにはコシヒカリとかあります。お茶漬けもあります。海苔、ちくわなど、豆腐、味噌、日本のシャンプーみたいなのもあります。こっちも日本のシャンプーみたいなのいっぱいあります。ここは普通に野菜です。この緑のバナナの色はすごいです。こんな感じでかなり充実しています。あとはなんかみんなによく教えてもらうのは、この横の通路になんか日本語の掲示板があって、ここにアパート情報から、学校の情報、アルバイトなどいろいろな情報があるそうです。さらに進むと、フリーペーパー、日本語のフリーペーパーもあって、なんかシーナリングのニュース記事とかが出てます。この辺は無料で取れて、地元の情報がいろいろゲットできるということです。まあちっちゃい駅ですけど、何でも揃っている東急ストアみたいな感じの、スーパーでした。以上です。